ベルリンマラソンは毎年9月の最終日曜日にドイツのベルリンで開催されるワールドアスレティックスプラチナラベルのフルマラソン大会でありワールドマラソンメジャーズの一つである1974年に第1回大会が開催され毎年約4万人のランナーが参加する主催は総合スポーツクラブの SC シャルロッテンブルクで SCC ランニングイベント GMBH によって組織運営される。冠スポンサーは BMW、メインスポンサーはアディダスとタタコンサルティングサービシズである。招待選手や各国陸上競技連盟推薦の選手以外の市民ランナーは抽選で選ばれる。インラインスケートの部、パワーウォーキングの部、ハンドバイクの部、車椅子の部、4 2 1 9 5ートルの児童、生徒の部も、 同時開催される。2020年は中止。市街地を貫き、ブランデンブルクモンをフィニッシュとするコースは、平坦なため世界屈指の高速コースとなっている。大会記録は、男子がエリュード・キプチョゲの2時間に1分39秒、女子がグラディス・チェロノの2時間18分11秒である。男子は2014年にデニス・キメットが、 当時初の2時間2分台となる2時間2分57秒の世界記録を2013年にも、ウィルソン・キプサングが2時間3分23秒の当時の世界記録を2008年にも、ハイレ・ゲブレ・セラシェが当時初となる2時間3分台となる2時間3分59秒の世界記録を出している。日本人女子の歴代最速記録も、 野口水希の2時間19分12秒をはじめ3位。まではすべてベルリンマラソンにおいて達成されている。日本ではフジテレビが放送権を持っており、2001年から2005年まで中継放送されていたが、2006年以降は中継放送されていない。氏名、所属は当時。数字マイナスは優勝回数、太字は世界記録、太字は大会記録。 2008年ベルリンマラソン社イスヌブの大会記録は男子が1時間21分39秒1997年女子は1時間42分07秒ジャネッテ・ヤンセン1992年である。なお2007年には日本の添島正澄が2010年には添島と土田若子が優勝している。ありがとうございます。